ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回はロータリーエンジンの圧縮低下についてお話ししていきます。実際圧縮の低下については多方面からいろいろな情報があると思いますが、いろいろな意見の中の一つとして参考にしていただければと思います。 RX7 と RX8 の部品で解説していきます。原因の一つとしてアペックスシールから話していきます。下走行になりアペックスシールが削れてくると、削れてしまった分スプリングの力が弱くなります。アイドリングでも 800rpm ぐらいで動いていますので、スプリングの力が弱くなってしまうとアペックスシールとローターハウジングの密着率が落ちてきます。密着しないということは小さな隙間ができてしまうことになります。この隙間から圧縮が逃げていきます。 RX7 のものに合いますが、左右で厚みが違うのがわかると思います。右側が下走行のものです。目視でも違いがわかると思います。アペックスシールはこのようにスプリングによってローターハウジングに押し付けられています。比較対象のアペックスシールも使用済みのものだったので、ちょっと新品を用意します。こちらが新品になります。新品と比べるとここまで違います。こちらが使い古しですね。で、こっちが新品になります。定規で上を合わせます。いろいろな角度から見てみます。次はアペックスシールスプリングです。先を見ていただいてだいぶ削れているのがわかるでしょうか。こちらが新品になります。こっちが使用済みで、こっちが新品になります。こう比べるとすり減ってるのがよくわかると思います。こちらの方が分かりやすいですかね。アペックスシールと同じくすり減った分だけ反発力が弱くなります。次はサイドシールです。サイドシールは RX7 では圧縮低下にあまり関係してきませんが、 RX8 では大きく関係してきます。上が RX7 のものです。
下が RX8 のものです。 RX8 のものですが、断面が斜めになっているのがわかるでしょうか。こちらが RX7 のものですが、断面がまっすぐです。比べるとこんな感じです。なぜこうなるか、コーナーシールを使って説明します。 RX7 の場合、クリアランスが少ないので、このように上下に動きます。 RX8 の場合、クリアランスが多いので、上下の他にこういう風に動きます。ですので斜めの時は密着しますが、水平の時は隙間が空きます。また面ではなく点でコーナーシールと接触しますので、摩耗も早いです。新品のサイドシールと比べてみます。こちらが新品です。最初からある程度斜めにカットされています。比べるとこんな感じです。使用済みの方が鋭角になっています。なぜこのようになっているかというと、サイドシールが細かく動き、サイドハウジングとの密着性を上げるためです。ただそのため多く動く分、摩耗が激しくなります。このような理由から RX8 ではサイドシールが重要だと考えています。実際にローターを使って説明いたします。RX7 のものと比べるとこんな感じです。先ほど摩耗が激しいと言いましたが、 RX7 のものより厚くできていますので、耐久性は高くなってます。サイドシールはこのように入っています。そしてこのように動きます。結果、断面がこのように斜めに摩耗していきます。こちらは RX7 のローターです。サイドシールがこのように入り、このように上下に動きます。クリアランスがないのでこのようには動きません。次はローターハウジングです。ローターハウジングはサイドピースによりこのような段差ができます。ここまで段差が出ているともう足首は上がりません。このサイドピースがこのように当たっていますので、この部分だけこのような段差ができます。最後にカーボンロックについてお話しいたします。ローターにこのようにアペックスシールが入り、上下に動きます。この溝の部分にカーボンがたまり、シールの動きが悪くなる場合があります。これがカーボンロックです。カーボンの付着についてですが、今までいろいろな状態のエンジンを見てきましたが、通常に車両を管理していればカーボンでの圧縮低下の影響はほとんどありません。オイル交換を怠った車両に関しては、基本的に各シールスプリングにカーボンが溜まっていることが多いです。 RX8 に関してはサイドシールの構造上、サイドシールスプリングにカーボンが溜まりやすいです。
シールにというよりスプリングにカーボンがたまり圧縮が上がらなくなったエンジンが多いです。今回は圧縮低下についてお話しさせていただきました。圧縮低下に限定した内容となっていますので、エンジンブローについては別の動画を上げています。概要欄から確認してみてください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。